さあさあ皆様お立ち会い、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。デュエマストレージあさりです。今回はカードショップのストレージコーナーでデュエルマスターズのカードを1枚30円で50枚購入してきました。それでは紹介していきます。よろしくお願いします。それでは非文明で購入したカードから紹介します。流派アイダフィズ、アンコモンが4枚、ボルザードドラゴン、ベリーレアが4枚。以上で非文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて水文明で購入したカードを紹介します。プラチナワルスラ S、 ベリーレアが4枚、議題助演スケプティック、ベリーレアが4枚。以上で水文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて自然文明で購入したカードを紹介します。竜の呼び声レアが4枚、アメージングジャイアントスーパーレアが1枚、ブレイブジャイアントスーパーレアが1枚。以上で自然文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて闇文明で購入したカードを紹介します。超幻獣グラザルド、スーパーレアが2枚、ジャガン王ロマノフ一世、スーパーレアが4枚、デスザークマスタードラゴンカードシークレットが2枚、神格アトムベリーレアが4枚。以上で闇文明で購入したカードの紹介を終わります。続いてレインボーカードで購入したカードを紹介します。闇ガイアクイーンアルカディアス、ホイルが2枚、無限王破壊デストロイヤー、ベリーレアが2枚、ボルバルザーク X スーパーレアプロモが4枚、ソーティングゲートホイルが2枚、天地冥道バラギアラリンネ防制マスターハザードカードが1枚、天地冥道バラギアラリンネ亡命マスターハザードカードが1枚。以上でレインボーカードで購入したカードの紹介を終わります。続いてゼロ文明で購入したカードを紹介します。透明妖精リリン、妖精のプレリュード、アンコモンが2枚、ジョリーザジョニーマスターレアシークレットが2枚。以上で購入したカードの紹介を終わります。今回も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。カードショップのストレージコーナーで50枚のカードを購入してきた結果、合計でこちらのようになりました。この動画でストレージを探すことに少しでも魅力を感じていただいた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンでチャンネルの応援をしていただけると嬉しいです。皆さんが見つけたことのある掘り出し物のカードをぜひコメント欄で教えてください。次回もお楽しみに。